はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。今日はザリガニ鳥の師匠ホモサピさんとのコラボ第2弾です。いろいろなものを食べているホモサピさんには苦手なものはあるのか、ある情報筋からホモサピさんの情報を入手 しい、もしかしたら苦手なんじゃないかなって食べ物を用意しました。ぜひ食べてもらいましょう。それでは早速やっていきましょう。おー、めっちゃ美味しそう。前回ザリガニ鳥の師匠ホモサピさんに遠路はるばる群馬に来てもらい、ザリガニ捕獲に挑みました。まさかの群馬の水質が綺麗すぎたせいか、どこを探してもザリガニが見つかりません。仕方なく準備しておいた養殖のザリガニを調理して事なきを得ました。ということで今日は2度目のホモサピ師匠とのコラボです。この前は群馬来てもらってありがとうございます。こちらこそ何もお力になれず申し訳ない。で今日はさっき別なね撮影して、今こう次の撮影なんですけど、はい、ホモサピさんなんか嫌いな食べ物とかってなんかこう、チーズと牛からとか内臓系は全部ダメですね。内臓系全部ダメです。チーズ？え、チーズなんで好きじゃない？ホルモンもダメです、ね。ラクトスインタレント。なるほどなるほど。今日はちょっと珍しい食材用意したんで、食べれるかわかんないですけど、これです、ね。珍しい。はい。卵の形態ということは、これ今日バロットっていう。うわ出たよ。はい。バロットは孵化直前のアヒルの卵です。バロットというのはフィリピンの呼び方で、はい、よろしくお願いします。ベトナム、カンボジア、中国などにも同じような孵化直前の卵を食べる文化があります。はい。今日はバロットを用意しました。バロット、この中にまだ孵化していない鳥が入ってます、まあ、アヒルの卵なんだけど、これはねおそらく普通に鶏の卵だと、日本のものですね。やだ。うん、so it's actually a good thing. That means soup. Soup たくさん。Soup たくさん。それだからいいです。いい。めっちゃいいです。振ってみると中に塊があるのが分かりますね。バロットに関しての詳しいことは以前島田の動画でもやっているので、そちらをご覧ください。いろいろ変わったものを食べているホモサピさんですが、苦手な食材があるのはなんだか新鮮ですね。誰でも苦手な食材ってありますよね。自分も基本的には何でも食材なら味を確かめたいので一度は挑戦してみようと思ってますが、その中でも好んで食べなくてもいいなってものはありますね。その点で言えば、まだ自分の中では普段の食卓に虫が並ぶことは想像ができませんね。それが日常になれば全然受け入れますが、現段階で他に食材がある状況だとまだ日常食として虫を受け入れてはいません。そういった部分でホモサピさんの精神は尊敬してしまいます。さすが師匠です。ってことで、クルジャパンはこれをゆで卵にして食べてみましょう。それがまあ一番こうメジャーなバロットの食べ方なんで、怖え。じゃあこれをまず茹でていきます。はい、はい。中には孵化直前のヒナが入っているのでしっかりと加熱をしましょう。通常固ゆでのゆで卵なら12分くらいでできますが、さらに長く15分から20分ゆでます。すぐ食べるのでゆで終わったら冷水で軽く表面を冷まします。本当はこっちの丸っぽい方を割るとここ空洞できるんです。それで、はいはい、たっぷりの鶏ガラスープでちょっと塩かけて、この Look at that soup. このスープがうめえ。Oh, my mouth is watering. My mouth is actually watering. 食べたい。虫を食べているような鶏ガラスープを飲んでいるような旨味がたっぷりの出汁が効いています。おお。あ、うまい。温泉卵の味する。あ、うまくね？やってみようかな。え、うまいな。食。は？ What did I say? What did I say? エビの生きた状態をそのまま殻を剥いて刺身で食べて美味しいとか、タコの生きた足をそのままカットして気が良くて美味しそうとか、テレビのゴールデンでそんな映像が普通に流れていますが、こういった文化はなぜか下手者扱いされてしまいます。茶碗蒸し、そういうのを見るとちょっと残念に感じちゃいますね。バロットの好き嫌いが分かれるところで、見た目はもちろんですが、この毛が苦手な人は多そうですね。通常の毛とは違い、まだ美味しそう。口の中に残るほどではありません。前回のよりだいぶ、ちょっと前回は全体がまだ
黄身っぽかったんだけど。So、this one is a, ちょっと硬いこのあの part this part。成長してるかもしれない。でも成長している分前回よりも血管が強いです。いただきます。うわ。味はやっぱり茶碗蒸しとかを食べているような味わいです。めっちゃ美味しい。ちょっと怖いんだけど。白身の固まり始めた部分がホリッとしていて軟骨っぽいような食感が楽しめます。肉っぽいっていうかなんだろう、硬い、この食感が面白い。はい、硬い、うん、うん、白いよ、硬い。半分ごといくのと半分ごといくどっちがいいか。美味しいのは多分全部一緒に食べた方がいいかもしれない、その部分ごとでいくより。あー、じゃあまあ1回で終わらせるように、じゃあいきます、いただきます。うん、んん、うん、毛いました。いや、毛は感じないもんね。でもね、俺今食べた、さっき食べた感想としては、うん、こうちょっと成長が進んでる感じがする。前回の方がゆで卵感が残ってたからもっとね、食べやすかった。やっぱ成長するとよりこう好みが分かれてくるから、うん、いや、なんとか飲み込んだんですけど、いや、途中危なかった。ちょっと危なそうな何か気配を感じました。味は全く問題ない、なんかほんと鶏肉ですね。なんか茶碗蒸しの香りがちょっとする鶏肉、あのほんと親子丼の上に乗ってるあのむき出しの鶏肉を食べた時みたいな、ちょっとね鉄分の味を感じたんですけど、でも大丈夫ですね、味は大丈夫でした。ただこの見た目を思い出した瞬間にうんって体が。どれ、めっちゃ美味しい。拒絶反応を起こしました。めっちゃ美味しい。味噌がこうついていかない感じがバグりますよね。見た目は思い出してダメだと思います。はバロット自体はこのまま食べるのが正式な食べ方ですが、もし買っちゃったけど、めっちゃ美味しい。まあまあ俺ことこれもあのYeah, maybe the hair would be a little bit weird. So, yeah, the hair is, yeah, 多分無理。でも俺いつも食べたい。フィリピンに住んでいま、住んでいっとき、住んでいっとき、住みとき。